ヤーン・キルシプー、エストニア・タルトゥ出身の元自転車競技選手。1992年から2006年と2009年から2012年まで、プロ選手として活躍し、ツール・ド・フランスで、通算区間4位1999年には、マイ・オ・ジョーヌも着用した。鋭い切れ味のゴールスプリントを武器に活躍した、スプリンター。 勝利を追求する貪欲な走りと、快異な要望から、ブルドッグの異名を取った。2013年と2014年の2年間、カザフスタンのプロチーム、アスタナで監督も務めた。1993年に、全面研修生として加入したシャザルベッタ MBK、現在の AG2R、ラモンディアルで、プロデビュー。当初は、 ステージレースの区間優勝を狙うスプリンターであったが弱小チームのためアシストも貧弱で勝利数は伸び悩んだ。しかし1997年には才能が開花98年には UCI 公認プロレースの年間最多価値を上げるまでになったこの勝利数増加の背景にはプレステージが高くとも自分に不向きな戦術を強いられるレースはあえてキャンセルし 確実に勝てるレースを優先、チーム監督もこれを許したことが挙げられる。こうした、勝てるレースを優先してメジャーなレースの勝ち星がなかったことと、自転車競技のマイナーなエストニア出身ということも重なり、強さの割にメディアの注目を集めることはなかったが、1999年のツールド・フランスの第一ステージで、ついに区間優勝を果たし、 第2ステージで、マイオ・ジョーヌを獲得、一躍注目を集めることになる。第2ステージ以降の区間優勝争いでは強力なアシスト陣を擁する、トム・ステールスやマリオ・チポリーニの後陣を敗したものの、彼らが、集団落ち者の巻き添えや、走路妨害による、降格処分でもたつく間にも、こまめに、ボーナスタイムを稼ぎ続け、第2ステージから第7ステージまで、 マイジョーヌを守りきる検討を見せた。この活躍で一躍トップスプリンターとして名を挙げることになるが、山岳ステージ最難関のガリビエ、峠入り口であっさりとリタイア。引退までにツール・ド・フランス出場13回、区間優勝は4回を数えるが、チポリーに同様一度として完走することはなかった。 その後も毎年コンスタントに2桁勝利を上げ続け、引退までについに130勝。チポリーニや、ローランジャラベールといった大スターの知名度には及ばない、ものの、数少ない、プロ100勝を超えを果たした選手となった。2006年のパリツールを最後に、プロ選手としては引退。翌年からは、エストニアのアマチュアチーム、CFC ルートメーターに所属。2009年は、 マレーシアのコンチネンタルチーム、レトゥアに所属し、ツールド、北海道にも来日し、第3、第4ステージの2区間で連勝。小規模のレースが中心であるが勝利を重ねた。インタビューで、新しい国を訪れて、異文化を見ること、そして新しい友達を作るためレースを続けていると、語った。2010年に、アルメニア国籍の新規、コンチネンタルチーム、 CKT トゥミットチャンピオンシステムに移籍。チームが解散する2012年まで在籍した。2013年、カザフスタンの UCI プロチーム、アスタナの監督に就任。日シーズン監督を務めた。ありがとうございます。